それでは滝藤さん、今のお気持ちをお願いいたします。 ありがとうございます。このような歴史ある賞をいただき、本当に嬉しく思います。どうもありがとうございます。長年僕は割とサングラスをかけてきた方だと思うんですけど、なぜか今まで受賞することがなく、毎年毎年、受賞ニュースをテレビで見ながら、地団駄を踏んでおりました。何度悔し涙を飲んだか分かりません。数えきれないです。サングラスはですね、私にとってとても必須アイテムで、毎日、かけない日は一日もないですね。家でセリフを覚えている時も3度4度と何度もサングラスをかけ替えて鏡で見てます。なのでセリフは全然入ってきません。そうですね、僕は割とサングラスから服装を決めることも多くてですね、さっき吉田羊さんが言われたようにファッションがなんかコーディネートがうまくいってなくてもサングラスをかけるだけですっとかっこよくなったりするので、服が好きな私にとっては欠かせないアイテムですし、これからずっと、年を取ってもかけていくと思います。今後もですね、この賞にふさわしい人間になれるよう日々精進努力していきますので、よろしくお願いします。どうも本日はありがとうございました。おめでとう。ほらもう見てこれどうしたの。疲れたよっつって休んでる休んでる。次は右手。なんだろう、嬉しいというか、これで堂々とバラエティもサングラスかけて出れるなって思います。なんかちょっと俳優として、こういろんな番組出るときに、ちょっとサングラスじゃまずいかなって思いながら、やっぱりそういうのやられてるのは相川翔さんとかのイメージがあったんで、じゃあこれからじゃ堂々とこう、まあでも薄いとこから始めます。合ってないこれ、すごい合って似合ってらっしゃってかっこいいなと思ったんで、このバランスをどう決めたのかなって。あ、なんかね、感覚っす。なんか別に合わなきゃ合わないでいいんですよね。でも合ったと思うんですけど、でもそんな気にしないですね。もうファッションは何でもありだと思ってるんで、あえて全然合ってなくてもいいかなと思って、なんかこれも選んだんですけど、何本かの中から一番ハードルが高いなって、なんだろう、合わせるの難しいなと思ったものにしました。こういうやつですね。もうこういうのが多いです。解禁シャツとかそれと合うぞ。その微妙みたいな。変わるでしょ。雰囲気が変わりますね。すごく変わるでしょ。ただ街で歩いてたらまあ今します。でも僕もね、街でここまではやらないかな。だからズボンをジャージに変えるとかします。なんか舞台挨拶とかそういう時かな。芸能人って感じが、いやいや、俺芸能人だから。歩いてらっしゃる時にその姿で歩いてたら芸能人来たんだなって感じだね。そういうのがやりたいのかも。ありがとうございました。え？あ、ありがとうございました。今日のそのサングラスに何か一言こいつに、はい、なかなかね、チャレンジしないと思うんです、このサングラスって。僕は君に次何年後に会うか分かんないけど、また君に似合う男になったらまたかけますよって感じで、どうですか。使わねえだろ。どうもありがとうございました。